ユメタウン・ギヨン。ユメタウン・ギヨンは、広島市浅南区西原に立地し、株式会社泉が運営する郊外型、ショッピングセンター、ユメタウンの店舗の一つである。泉初の郊外店及び、2000年代まで泉の広島地区の基幹店舗だった。1971年、昭和46年10月に計画発表。1960年代半ばより、 アメリカ合衆国で流行していた店舗スタイルを取り入れ国道54号沿いに計画されたモータリゼーションに対応した広島市外に出店する泉発の郊外店で中四国九州地方発かつで日本全国でも玉川高島やショッピングセンターに次ぐ規模で日本全国でも例が少なかった計画開始時点で地下一階地上四階建てのショッピングセンターと ボーリング場を計画。約5300メートルの直営部分と、約4000メートルのテナント部分には、広島本通り商店街から約100店と東京都、大阪府ラ7店舗から8店舗出店する計画だった。また、24時間営業の4階建てのレストラン等、遊園地やプール、託児所などを計画していた。計画当初の事業費は、約16億5000万円。 仮称は、祇園コミュニティセンターで、1972年1月から建設開始、同年10月に開店予定だった。1972年、昭和47年5月20日に起工式を実施。その時点で、泉祇園ショッピングセンター、泉祇園店の名称も決定。その時点の計画では、地上5階建てのショッピングセンターと地上階建ての、 40レーン整備したボーリング場を予定、500台分の駐車場を予定していた。その時点での開業予定は同年12月だった。建設途中まではボーリング場の併設を予定し、機材は発注済みだったが、アメリカ合衆国に視察に行った社長がブームの終焉を察し、違約金を払い設計変更され、ボーリング場は中止された。 テンプレート内写真の左側にある塔は、当初ボーリングピンが設置される予定だった。最終的には、3階建てと4階建ての2棟、テナントが68点出店、275台分の無料駐車場が整備された。最終的な事業費は、約24億円になった。1973年、昭和48年3月27日10時に、 開業。開店当初は、食料品、日用品、家電製品、食堂街を扱うファミリーランドと呼ばれる B 館、C 館、地上3階建て、売り場面積4、165メートルが先行開業。当時250台分、整備された無料駐車場は、規模の大きさより、客から驚かれ、開店日には、車の行列ができた。開店日は、 約4万人が来店した。同年5月2日10時に医療品を扱うファッションランドと呼ばれる A 館、地上4階建て、売り場面積に479メートルが開店。102倍の店舗面積になり全面開業した。1店舗で全てを賄うワンストップオールライフをコンセプトにしていた。開店当初は A 館と B 館、C 館は道路で隔てられていた。 また貸し会議室も9月にオープンした。開店当時、ギオンショッピングセンターは大成功し、店舗の滞在時間がこれまでの平均50分から2時間に伸び、そのことで、同社内のこれまでの1人当たりの売り上げの平均が700円から800円だったが、ギオンではマイカーで1週間分の買い物をする客が多いことで2400円から2500円の売り上げになった。 年間売上目標も30億円から41億円に変更。開店した年の夏頃までに駐車場の収容台数を160台増加させたが、それでも交通問題は避けられずが、休日の店前に500メートルから600メートルの車の入場待ちが発生。店前の国道は渋滞になり、壁警察署から出入り口の拡張や河川敷の駐車場としての 活用など指導が出た。それらの成果から、広島市レベルの都市でも、郊外型ショッピングセンターが成功することを証明し、その後同様のショッピングセンターを、五日市町など、複数計画することになった。1975年、昭和50年3月7日には8億円かけて、増床を行い、ファミリーランド、B 館、C 館を4階建てに増築することで、 売り場面積を3200メートル増加させて約1万1000メートルに拡大。増床分は医療品販売拡大に使用。売り場の変更も行い、ファッションランドは、リビングランドに改められた。1980年、昭和55年6月13日に、大活性化工事、大改装を実施し、リニューアルオープン。後日行われるブランド変更に伴う、 施設の若返りを目的とし、売り場の大部分を改装し、下りエスカレーターを新設した。同月27日には、全店一斉に、ブランド変更を行い、泉祇園ショッピングセンター、泉祇園店にリブランドされた。同年12月には、A 館と B 館、C 館を結ぶ、連絡橋が完成した。2001年、平成13年3月9日に、 夢タウン・リオンに再度リブランド。当時、比較的古い店舗が多かった広島地区では、初の夢タウンを名乗る店舗になり、改めて広島地区の基幹店舗の立場を明確にした。1億4千万円かけて改装が行われ、食料お品売り場の強化や、高級下着のコーナーや、医薬品コーナーを新設した。改装により、年間売上目標を十八億円から十一億円に、 情報修正した。食品売り場を2009年4月に改装。リビング館旧ファッションランドは2011年春に閉館、夏に取り壊されて、跡地には三菱地所によりマンションザパークハウスウギオンが建設された。2017年2月3日に公表された広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で東海。 または崩壊する危険性が高いとされたが、建て替え、耐震化の方針や時期は見通しが立っていない。現在のフロアマップは公式サイト参照。開店当時の全面広告及び写真に基づく。開店当時の広告に基づく。開店当時の広告に基づく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。